まあ冬に逆戻りだ。私の妹でございます。お孫ちゃんと双子ちゃんが会いました。ついにビビアンメタカアイムバックディナーショーということです。菅野先生でございます。2023年3月の26日になりました。今日ね、菅野先生のね、スクールの生徒の皆さんの発表会と、あと菅野先生の歌の発表会があるんですけど、8時からね始まるんですけど、夜のね。雪ですよ、雪、真っ白系。まあ冬に逆戻りだ。これは帰り道危ねえぞという感じです。ということで、本日私が歌う会場でございます。大体ね、これ30人ぐらい入るのがねちょうどいい感じのコンサート会場でございます。ここのコンサート会場を運営されている宮崎さんでございます。こちら、正式には何というスタジオでしたっけ？ミュージックパブハッピーアイスクリームです。で、菅野先生のあるところは、その HIS もハッピーアイスクリームなんです、はい、あ、ハッピーアイスクリームで HIS なんですね。ということは、ここはミュージックパブハッピーアイスクリーム、ミュージックパブ HIS と呼んでもいいということで、はい、いいですか？本日お世話になります。はい、よろしくお願いします。ということで、私ね、本日デュエットするんですけど、はい、皆さん紹介します。私の妹でございます。どうも、デュエットします。私60になる頃になって一緒に妹と歌を歌うとは思いませんでしたが、よろしくお願いします。で、残念ながらね、私の歌はカラオケを音源で歌うんで、皆さんにお聞かせすることはできませんが、菅野先生の歌をお届けできるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。はい、まずリハーサルやります。マイク入れます。はい、お願いします。歌います。いつもね、私大変お世話になってる菅野先生でございます。どうも、今日はよろしくお願いします。私の下手くそな歌は別にして、菅野先生の歌が一番今日の目玉となっておりますんで、楽しみにしておりますんで、はい、よろしくお願いします。どうも、菅野先生の双子ちゃんがいました。皆さん YouTube で見たことありますか？そらちゃん、みことちゃんでーす。あと、うちのお孫ちゃんでーし。お孫ちゃんの方が先輩だね。先輩だね。お孫ちゃんと双子ちゃんが会いました。ついにお孫ちゃん、メダカさんだよ。メダカさん、あ、会っちゃいました。お孫ちゃん、今年の11月26日、はい、日曜日、はい、北海道ホテルでディナーショーあります。ビビアンメタカアイムバックディナーショーということです、はいはい、そのテーマとするのは、十勝の農家に嫁いだお嫁さんの汗と涙と苦労と夢と希望っていうのがテーマになります。で、そこで私の作った十勝平野という曲を山本由美ですゲストの方に歌ってもらうということでございました。これはちょっと、ね、農家の人に見に来ていただかないとダメです。ぜひですよ。わかりました。8月1日からチケット販売します。そしたらメダカさんの電話番号をこれに入れとけば大丈夫ですか？はい、090-2875-7382です。もう電話しちゃってください。いたずら電話よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。始まりました。始まりました。ぜひ最後まで楽しんでてください。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。1年生になる子と年長になる子がいるんですけれども、息子がいろんなことに挑戦すると思うので、温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。兄の紹介で、あの菅野先生の方でお世話になっておりまして、今日メダカさんが来てるってことで、私今ちょっとまだ気合が入り直しましたね。今日は楽しんで歌いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こちらも兄のアワーと言います。デュエットで妹と歌わせていただきたいと思いますので、わからないでくださいね。意外とうまいっすね、妹ね。メダカさんね、はい、ありがとうございます。キーが高くて、私もう娘からもう裏声出せと言われて、いや、そんなわけいらんというふうに思って歌わせていただくんですけど、ちょっと辛そうなんで恥ずかしいですが、歌わさせていただきたいと思います。どうも、妹でございました。いやいやいや、ありがとうございます。今日ね、うちのお孫ちゃんも見に来ておりますんで、お孫イエーイということで、お孫ちゃん、おじじの歌どうでしたか？よかったでしょうか？よかったね。探してた刀並べて手を繋いで
また明日ねって白い糸握って温めながら会無事に終わったんですけど、何ですかこの雪は。雪。明日は除雪でしょうか。えらいことです。お疲れ様でした。お孫ちゃん、ちょっとお孫ちゃん、ちょっとすごいですね。あなたタッチしてすごいですね。紹介。お孫ちゃんすごいですね。すごいですね。おいで。あ、ダメ。ゴミ箱触らないでください。ちょっとよだれすごいよ、よだれ。お、タッチできるの、ちょっとすごいですね。おっと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 、あー、たたたたと。
うん、うん、お孫ちゃんって楽しいですか、おじじと遊んで楽しいですか、あージャージ噛まないの、ジャージ食べないで楽しいですか、それがなんか楽しいんだ、せーの、よっこいしょいち、よっこいしょいち、よっ楽しいね。